よし、もう1月のデータも見ちゃおうよということでね、もうそのまま続け取っちゃいます。1月のデータはこんな感じでした。なんか山があるの、これ多分ショーツが来る前にちょっとフフフって伸びてたんですね。何があったんかなっていうところで、6948。ってこと、数字は良くなってますよね。絶対のデータで見てみると、こんな感じ。74本動画投稿してるんだ。多いね、この月。っていうことで、6498、再生の、で、271.7 ということでございましてね。登録者も6人増えてますよってことで、まあ、満腹の動画がやっぱり、まあ、ここ自体はそんな変わってない。光の切り抜きの速報系の動画は、やっぱこの手のね、キャッチな話題をやってくても大事ですよね。342ってことなんですけど。で、言いながらね、今、そっちの方にリソースが割けてないんでね、ほんと、ダメだな、というところなんですけどね。そういうのもね、ちょっと話していきたい。まあ、話したいことはあるんですけどね、なかなか話す時間はね、作れない。まあ、ね、まあ、データをまとめてね、エビデンス取ったりとかっていうのは非常にそこまでやってらんないんでね、なかなか話すっていう、ところまでに持っていけないっていうね、ところなんですけど、まあまあ、うちのところはそこまでそこ形こだわんでもいいかなとは思ってるんですけど、まあ一応ね、年齢的なところとかでね、そこら辺は、まあ、おろそかにしない方のが、その、客層的にはいいのかなってところですけど、ただ今ちょっと若い子、ショーツで若い子が増えてきてるんで、別にそこまで気にしなくてもいいのかなっていう、風には思ってます。うん。というか、ガチガチでやろうと思ったら、そもそも動画投稿するのが不謹慎だっていう意見もやっぱありますからね。っていうようなところなんで、まあ、そのあたりとかはね、だっていうようなところでございますね。っていうところで、まあ、74本上げてたんで、まあ、ちょっと再生数は持ち直してって感じですね。その間のやつをバッと見て、見るとこんな感じでしたよと、特製ラーメンのやつとかして、ボタンのやつで光るのやつで、まあでも何再生時と、ねやつに繋がってるわけじゃないですかね。あとは最終データ、これに大事件でしたね。びっくりしましたけどね。無事ちゃんと持ち主に届いてることを祈ってます。本当に、本当に見つけた時は、焦りましたからね。っていうのがあったりとかしましたね。で、朝駅とかに行ったりとかしてっていうのがあったりしてたなというところでございますね。ですから、上げてた動画としてはこんな感じと。広島ですね。シリーズは。まだ序盤ですね。広島なんで、1日目ですもんね。あ、じゃあ、2日目か。広電の方に乗ってるから。2日目の方ですね。に入っていって、両手はまだ止まらない話を。これもまだちょっとやりたいんですけどね。ちょっとね、いかんせん物理的な時間が足りなすぎてますからね。あれ言って、手すき時間に取る、なんですけどね。もう、手すきはね、4時間しかなかった。4時間だったらもう寝るしかねえじゃんって。さらに、ぐらぐら喋ってる場合じゃねえよっていうね、ところとかになったりしますんでね。っていう感じですね。500円になったから、わーっと来たよって。で、恵方巻きがね、やってたんですけど、このね、恵方巻きがね、案外受けが良くて、このね、ファンマとかが伸びてたっけな。46。なんかね、恵方巻きシリーズは、結構受けが良かったですね。うん。このあたり以外の人も、見ていただいてたってことは、こっちの人向けに作ってたら、まあ、これなんかね、あんま伸びてないですけどね。大手寿司のやつとかだったっけな。まあまあまあ、悪くない数字ですよね。って感じで、これでちょっと数稼いでたっていうのもまたあれでしたね。で、1月31日、なんでここそんなに上げてんだ？ああ、そっか。やべ、予約に間に合わねえぞってことでね、急いでね、急いで、とにかく各店ネットをね、作って、ブワーッと上げたんでね、うん。そうそうそう。で、水槽とかも、72ってことで、これも多分2月3日2月3日まではめちゃくちゃ見られたんですよ。うん。わかりやすいですよね。ですから、まあまあ、急いででしたけど、上げといてよかったかなって感じでしたね。っていうのもあって、かなり動画投稿本数に、繋がってますね。で、湯本駅とかまで行ってきたわけですね。ですから、その前に仙崎とか行ってるけど、この辺りで仙崎かな。うん。仙崎の動画はそんなに伸びてないよね。うん。っていう感じでございました。まあ、まだまだこの月はね、あれですよ。五島駅とかもね、いい駅でしたけどね。あ、これ結構伸びてる。73歳して入ってんだ。うん。とかありますけど。境港か、その後の境港は伸びてんじゃないかな。さす
境引き、ああ、いや、こっちが伸びてないんだ。そっか、境港、いいとこでしたけどね。うん。っていうのがあったりしますね。うん、駅前散歩とかでも伸びてない。境港は。境港伸びてないんだな。結構北野のね、やつにとって、有名なところですし、景観もいいところなんでね、良かったですよ、っていうところなんですけどね。まあ、こんな感じでしたね、っていうところでございます。ですから、トップテレビと、朝駅が入ってんだ。朝駅なんだね。へぇ。不思議。あー、でもね、この時は、本当に、これ動画の撮影どうしようって、本当に絶望しましたからね。あったりしましたね、とか。で、増田駅か。増田駅の方なんだね。100再生超えてるじゃん。増田駅は、山陰本線の乗り換えのところですよね。うん。この辺りとかが伸びてるんですよ。朝駅とか。へぇー。そんなにがっつりと駅前を歩いてる動画ではないんですけどね。うん、こっちの方のが伸びてるんですね。なるほどなぁというところだったりしますね。まあ不思議ですね。結構傾向がやっぱり、ちょっと、一般的なところとはね、違うなっていうのが、あったりしますね。というところで。1月こんな感じ。で、2月はやったんだよな。やったけど、こんなに解析はしてなかったっけ？ちらっと2月も見とく？ 2 月からもうこれで見れますからね。で、2月から1万7000再生になってっていうところです。っていうことなんで、ここから再生数はどんどん増えてます。まあ、こんなにショーツがどんどん増えてきて、アクレスチャレンジとか始めた頃が。だったんで、かなり再生数を押し上げてますよっていう形で、3月が、よいしょ。3月出しちゃったよね。あ、3月まだ出してないの？嘘。3月に2月の分をやってたから、4月に入ったから、これから3月のやつをやるってことなんで、さあ、果たしてこの辺りの数字がどうなっていくのか、ついに2万再生超えることができるのかね、久しぶりの2万再生が見えるのかっていうところで、動画的には次回か、次の日、翌日に上がってると思います。3月のデータを見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ですので、ね、このシリーズはやっとくそ終わりです。ですけど、新シリーズでまた山田傑作会やりますね。どうぞよろしくお願いいたします。この動画はここまでで締めさせていただきます。ということですね。長かった。全何回？ね、びっくりね。ただ、明日も、やりますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。